今日はね、夏に向かって網戸の交換をしてみたいと思います。2階の和室にある網戸なんですけど、まあ、1枚だけなんですけどね、穴が開いてなんか蚊がプーンって飛んでくると、こんな感じになってます。今日はそれをやってみたいと思います。準備したのはこのローラー、これはもともと家にありました。それから網戸用の網ね、これはあの日曜大工センターで238円です。網押さえゴム。網押さえゴムね。これ 4.5 ミリ買ってきました。はい。これが170円です。230円と170円で400円ですか。ということで、400円で網戸の張り替え。では、行ってみたいと思います。ここの網戸今から行ってみようね。では、取り外しから行こう。作業場所はこのダイニングに置いてあるこのテーブルを使っていきます。それではテーブルの片付けからやってみましょう。はい、綺麗に張り上がりました。ビンビンに張ってますね。ということで、ハリハリとこう網を引っ張りながら
はめていくと割とね、誰が貼ってもピンピンと貼れます。こんな感じね、ビンビンに貼れてますよね。意外にね簡単なんですよ。であとはここね、ここ行くで、カッターナイフでピューッと、四隅をカットしていくと、これであっという間に完成でございます。それではカッターナイフで切っていきます。網戸の交換できました、ということで今回の動画はここまで、1枚400円で網戸の張り替えをすることができました。それではバイバイ。